こんにちは。フィリピンダボ情報チャンネルの町田です。皆さん、新年明けましておめでとうございます。どのように年を過ごされたでしょうか日本は、あれですね、報道を見てますと、新型コロナウイルスの感染者が増えて、えー、本日、菅首相が緊急事態宣言を検討するということで、株価も下がっていますね。はい。えー、フィリピンは私しばらく、あの、お休みさせていただいていましたけども、 あの、無事にですね、おかげさまで長男が生まれまして、えー、昨年の、もう昨年になりますけども、11月の中旬にですね、えー、生まれまして、それから本当に子育てで、えー、バタバタしておりました。大変ですね、初めてのこと子育てなんですけれども、本当に、えー、寝る時間が取られてしまいますね。まあ、それでも可愛いので、 子供優先にという生活を過ごしておりました。まあ、年末年始時間ができたら撮影しようかなとも思っていたんですけども、えー、妻の実家に行ったりですとか、やっぱり、 えー、こもりでですね、バタバタしてまして、結局今になってしまいました。本当にですね、多くの方から、えー、動画を続けてほしいという声をいただいてますので、私の中ではですね、やめるつもりはなく、今後もですね、ダバオの情報、まあ特に今はコロナの情報が気になるところでしょうから、はい、フィリピンとダバオの情報を発信していきたいと思いますので、引き続きよろしくお願いいたします。はい、本日はですね、本当に久しぶりの投稿となるんですけども、今の私が住んでいるダバオ市の 帰省の状況についてフォーカスしてお伝えしていきたいと思います。本当にあの、ダバオ市もですね、引き続き新規感染者が毎日出ていまして、年末年始も本当に外に出ると、ま、車は私運転してるんですけれども、あれですね、例年と同じぐらい道は渋滞していましたし、やはり年末年始の買い物って言って、モールとか行ったりするとですね、本当にたくさんの人で賑わっていたので、これは感染者増えるんじゃないかなと思っています。まあ、フィリピンの政府関係の人も 年末年始で人が動いたから感染者は今後増えるよっていうことを発言している人も多いですね。で、あの最近の感染者数 今日これには載せないですけれども、まあ、減ってはいるんですけれども、これも報道によりますと、あの年末年始はあの検査数自体が減っているので、新規感染者も減ってるよという報道もなされています。はい、そして私が住んでいるダバオ市のですね、規制の状況ですね、年末に新たに発表されました。と言いましても引き続き継続規制続けますよという内容だったんですけども、12月31日から2021年の 6月30日までという期限が付けられている内容のものが出されていますね。その規制の内容といいますのは大規模行事の規制及び打オ市内の不要不急の移動の禁止。これが2021年6月の30日までということで延長されています。 また公共の場所における衛生上の規定としてマスクの着用が義務付けられていまして、最低1メートルのソーシャルディスタンスですね、それを取ることと、また公共の場所においてフェイスシールドの着用を奨励されています。 また、えー、職場においては代替勤務形態を取ることも推奨されていますね。はい。そして、会合については、す、え、べ、ー、ての政府及び民間事務所はオンラインでの会合へ移行することと、新しい命令書に書かれています。また、6名以上の対面式会合は禁止とされています。そして、祝祭行事についてですね、お祝い事については、ハロウィン、クリスマス、記念式典及び祝祭行事は禁止とされています。 また、オンラインでの行事に許可は必要なく、人数制限や禁止時間帯もないとされていますね。そして、墓地及び祭場ですね。葬式の時の祭場についてですけれども、通夜及び埋葬は家族のみが出席可能。主催者は出席者の出席日時を記録することと。そして、ご遺体安置所には収容人数の50%以上が入らないこととされています。 えー、そして宗教施設についてですけれども、こちらは収容人数の50%までが入場可能となっていまして、2メートルの、えー、ソーシャルディスタンスを確保することが呼びかけられていますね。 また、宗教施設においてでも、18歳未満及び6 6歳以上の人とか、免疫不全や合併症等の健康リスクを持つ人、そして、妊婦さんは礼拝の出席禁止となっております。そして、ジムですね、フィットネスクラブとかジムは予約制で可能となっているみたいですねで。1時間につき最大5名までの入場が許可されています。ただ、常時マスクを着用しなくてはならないとのことですね。 非接触型スポーツについては、1日あたり最大2時間の練習のみ許可されています。飲食店に関しては、お客さん、我々お客さんですね、は飲食時のみマスクを外すことを許可されています。 えー、そして、ウェイター、ウェイトレスさんは、マスクとフェイスシールドの着用が義務付けられていますね。で、接触型スポーツとして、ビリヤード、ダーツ及び接触型スポーツは禁止されています。スポーツの例外として、アマチュア及びプロの運動選手は時間制限なく練習可能と。また、対面式のチーム練習は禁止とされています。そして、えー、教育機関ですけども、学校ですね。えー、担任の先生は、教育課程に応じて、生徒の学習状況を 確認することと。で、確認は月曜日から金曜日の午前7時から午後4時までの間に抜き打ちで実施することとされています。で、またバランガイは、その時間内に自宅からですね、子もたちが3メートル以内にいない生徒についてはリストを作成して学校に報告することとなっています。 これは、まあ、あの、義務教育のレベルまでですね。で、私立学校及び高等教育機関に関しては、先ほど述べたものと同じ方法、または独自の方法で生徒を確認することとされています。で、移動については、ダバオ市内ですけども、すべての移動に関しては、物品や必要なサービスの入手、仕事及び非接触型スポーツの練習、これは最大2時間、1日ですね、のみに限定。 余暇娯楽及び不要不急の行動は現に禁止されています。物品や必要なサービスというのは食料、病院、保険、薬品、金銭、仕事及び避難所に関連するものを指すとされています。そして不要不急の行動としての余暇娯楽、スポーツ及びゲーム等は禁止されており、それらに関する行事や事業体の特別許可は撤回となっています。大規模行事も 禁止とされており、大規模行事というのは、26名以上が同一の行事や行動に参加するものを指しています。で、すべての大規模行事は禁止とされています。人々が同じ目的のために集っているわけではない、バス、銀行、病院や飲食店等は例外となっています。まあ、今申し上げたのが、6月30日まで延長されているんですけども、別途一1月31日まで延長されているものがありまして、 こちら、夜間外出禁止令ですね。夜の9時から朝の4時までは外出禁止が引き続き実施されますと。そして、酒類の禁止ですね。公共の場所での種類、酒類の販売、提供及び飲酒は前日、も一日中禁止とされています。まあ、そんな感じですね。私を含めて、あの、住んでる人に関係するのは。 まあ、あと、サリサリストアが夜の9時から朝の4時までは閉店しなくてはいけませんよとか、個人のカラオケについては、私的な敷地内におけるカラオケは毎日夜10時から朝5時までは禁止とされています。もし、音が危機器の所有者の臨時にとって、え無、ー、作法なものとなった場合、ブロックリーダーですね。 はカラオケを止めさせるためにいつでも警察の支援を求めることができるとされています。またカラオケ店に関してはカラオケ店として営業許可を有していない全ての公共場所や事業体は機器の運用を終日禁止とされています。ということで引き続き規制がですね、あの続いている打防止でございます。 あの感染者も出ておりますので、本当にですね、もうコロナ疲れといいますか、精神的にも肉体的にも疲れてきてる人も多いと思うんですけれども、まあ、あの、正しい情報を入手しながら適切な行動をしつつですね、精神面のためにも運動もできる限り、まあ、室内でもね、できる運動とかもあったりもしますので、運動したりとか気分転換をうまくしながらやっていければと思います。それでは、 え本日はこれで終わりにします。また次回の動画でお会いしましょう。ご視聴いただきありがとうございました。さよなら。